ウニ、ウニ、ウニ、ウミグリは、ウニズナに属する極秘動物の総称。別名にガゼなど。なお、ウニの字を当てるときはウニを加工した食品について指す。春の季語。深海の海底から磯に至る、世界中の海に生息し、約870種が確認されている。多くの種が、全身にトゲを持つ。中には、ガンガゼのように毒を持つものもある。 ウニの体の構造は五つの部分からなり、背面から見たからの輪郭が円形で、中心から五つの部分が放射相称に配置されたものを成形ウニ類と呼び、タコの枕など放射状ではなく左右相称になっているものを不正型ウニ類と呼ぶ。極秘動物は五放射相称の形をしており、棘のために分かりづらくはなっているものの、ウニも五放射相称である。ウニは、 炭酸カルシウムの球状の骨格を持ち、骨格状のイボからトゲが伸びている。トゲのある側に肛門があり、口はその反対側で骨格に大きな穴を開けている。骨格は肛門の付近を除いて5本の二重とその間の肝歩体からなる。二重には肝束が伸びる2つの穴を開けた不帯板が連なっており、その下には放射水管が流れる。 漢方体の下には生殖層がある。肛門付近の骨格は頂上板形と呼ばれる。頂上板形はウニの中で最も古い部分になる。精子や卵が放出される生殖孔を持つ5つの生殖板が肛門の周りに並び生殖層はここにつながる。生殖板のうち、ひときわ大きく多くの小孔を持つのが多孔板であり、水管系と外界を繋いでいる。 生殖板の間に終盤と呼ばれる骨があり、二重はここから伸びる。終盤にも寒束があり、終寒束と呼ばれるが、これは一本ずつ生える。口からは腸が伸びる。口には五つの歯があり、後放射総称のアリストテレスの腸腎と呼ばれる骨と肉によって動かされる。トゲは炭酸カルシウムの骨を表皮で覆った構造をしており、防御や移動の機能がある。 主に半口側のトゲが防御に用いられ、口側のトゲは移動に用いられる。視覚機関の役割も果たしている。トゲは観測の並ぶ、二体の間、寒歩体に主に配置する。普通の単純なトゲの他に、先端がピンセット状などになったまたトゲがあり、体表の掃除や敵に対する防御などに使われる。トゲはその根元から大きく動かすことができる。 殻の棘の付く部分は丸く盛り上がっており、棘の基部もまた半円形に突き出している。この両者は筋肉で結び付けられており、この筋肉によって棘は振り回すような運動が可能である。筋肉の内側にキャッチアパレータスと呼ばれる結合組織があり、これを固くすることによって棘を固定することができる。種によっては棘の中央と殻をつなぐ結合組織も持つ。 消化系は、比較的単純で、覆面中央に口があり、体内を一巻きの螺旋を描きつつ、上に抜け、殻の真上か、それを外れた上面に肛門が開く。生殖層も殻の上面に開く。それらのそばに、多孔板があり、ここから水管系へと海水が取り入れられる。多孔板から、石管が体内を貫いて、覆面側に抜け、顎の後ろの消化管を取り巻く。 環状水管へと属。ここから二重に沿って放射水管が伸びて観測につながる。後輩で孵化し、プランクトン生活をしながら成長する。やがて三角形のようになり、それぞれの角から突起を突き出したプルテウス妖精となる。その後海底に一時的に固着し、変態してウニの姿となる。卵と精子が受精すると受精膜ができ、他の精子の侵入を防ぐ。 その後乱括し、2細胞期4細胞期8細胞期16、細胞期創実肺胞肺プリズム陽性、プルテウス陽性。と、発生が進む。プルテウス陽性まで約64時間かかる。プルテウス陽性の突起は増えて3週間ほどで8本になった八腕プルテウス陽性となる。この突起がそのまま生体の棘になるわけでなく、胃の左側の一部で、 幻彫由来の水空を、表皮の貫入してきた洋膜を地域化包みうに元気が作られ、元気は妖精の中で寄生するように成長しつき果て、地湯にとなる。すべて解散で、動きの遅い底生動物である。トゲを動かし、また観測を使ってゆっくりと移動するが、普段は岩に張り付いている場合が多い。岩のくぼみなどに入り込んでいるものも多い。 砂底に適応したものでは、菓子パン類のように砂に浅く潜って暮らすものや、文福茶釜のように砂に穴を掘って暮らす例もある。ガンガゼは、熱帯地方では砂底の海底で群れをなして、生活する。海藻を食うものやデトリタスを食べるものが多い。ウニの過剰な増加は、海藻群落、藻場の食害による消失を引き起こすことから、藻場の回復やウニの身入りの改善のために、 ウニ類の除去が行われる合わせもある。北洋では、ウニが多産する海岸では、昆布が生育できなくなるという。岩に付着する昆布の苗を食ってしまうからである。中には、私有動態のものもいる。近年の調査研究結果により、寿命は、種と環境によるが200歳に至ることもあることが、わかり、生殖能力も100歳を超えても、10歳のウニと、 変わらないことが分かってきた。極秘動物各群の関係についてはよく分からない点が多い。その中でウニズナは生小ズナに近いものと考えられている。腕が完全に欠けていること、二重が口から肛門にわたって伸びることなどが経点として挙げられる。アコウ。アコウ。生殖腺、精巣、卵巣を食用にする。 主に食用とされるのは、本ウニアモクのバフムウニ、エゾバフムウニ、北紫ウニ、赤ウニ、紫ウニなどで、沖縄では、山椒ウニアモクの白髭ウニが標準的である。生殖船を取り出したものや、塩蔵などの加工品は、漢字でウニと表記される。古来から日本では、ウニを保存用として塩を用いて加工されたものが、日本の三大珍味に数えられている。 これは生食のウニではなく、あくまで塩ウニと呼ばれる加工されたウニである。特に知られていたのは越前のウニであり、越前国、現在の福井県で生産加工された塩ウニのことである。現在の日本では刺身や寿司ネタ、ウニ丼など生食することが多い。このため、鮮度が重要視され生きているものの殻を割ってその場で食べると特に美味であるが、 この場合、消化器官やその中にあることの多い海藻類はあまり食べない。専用のウニ割り器を使うと容易に開くことができるが、包丁でも簡単に割ることができる。市販されるものは死んでから時間が経っているため、生臭さがあったり、保存や型崩れ防止のために、明板やアルコールが添加された結果、食味、風味が劣ることも多い。一方で唐うには割ってみるまで、 品質の良し悪しがわからないため、寿司屋をはじめとする飲食店では、品質の一定している、明晩処理された、箱ウニを使う場合がほとんど出る。近年は、食味の劣化を防ぐために、塩水でパックされたウニも出回っている。旬は、春から秋にかけて、特に初夏は最も品質が良く、それ以外のシーズンは冷凍品が出回る。一般に、生ウニとして、 板に乗せ販売されているものは、清掃、卵巣が混ざったものである。卵巣は切るととろっと流れるようになる特徴がある。清掃は白く半透明の精子が絡みついていることがある。清掃の方が味が濃く微味とされており、清掃のみを集めたものは高価で、高級寿司店などに卸されている。生物学者によれば、生殖巣、ウニのつぶつぶとした構造は、 卵ではなく、生殖症の唄と呼ばれ、生細胞か、卵細胞と、栄養細胞を保持している。毎年生殖症の唄では、栄養細胞が先に成長し繁殖期に、生殖細胞、生細胞、卵細胞が作られ放出して縮小しまた、栄養細胞の成長に戻るサイクルを、数年繰り返している。このうち植味に関しては、栄養細胞が重要で、成長し、見入りが良く、 生殖細胞がまだ現れていない時期、オスメスの違いがまだない時期が最も美味である。これが食品としてオスメスの区別をしない理由である。またこの時期は取り出しても型を保っているが、この後生殖細胞が作られるにつれて生殖層が溶け出すようになる。また赤ウニ、バフウニのメスの卵巣は苦味が出て味が落ちてくる。一方オスは味が変わらないのだが、 外見では選別できないためメスに合わせて拒否が決まることになる。日本全国の沿岸や北海湾などで漁の対象となっており、浅い海の砂地や岩場に生息しているものが実が充実し、美味とされる。水深数百メートルの深海からも、タコなどの漁に際して一緒に獲れること時折見られるが、深海はウニにとっては栄養豊富な餌が少ない環境であるため、 食用となる部分も少なく、商品価値が低い。また、主な産地としては、北海道のシャコタン、リシリ島、レブン島が特に有名である。生ウニとして食べる他には、殻に乗せて炭火などで焼いた、あるいはガスバーナーで表面に焦げ目をつけた焼きウニ、イチゴにパスタソースなどに利用される。広島市周辺にはバターで炒めた、ほうれん草に生ウニを乗せ、 熱でとろける食感を味わう、ウニホーレンという料理があると、テレビで紹介されたが、実際に、広島で提供している店は少数である。また、北海道や東北地方では、生ウニを1から2合くらいの瓶に詰めたものが、スーパーマーケットなどで売られており、牛乳瓶に詰められたものも多い。韓国や中国でも北海湾周辺を中心に、食用とされる。 特に甘量が盛んな韓国の最終島では、ウニとアカメのスープ、ソンゲミヨククが郷土料理となっており、中国領年賞の大連市や関東省の諏訪市、し、三尾市では生食のほか、鶏卵を加えた蒸し物などの料理も高級料理として出される。台湾でも炒め物にされることがある。ニュージーランドでは、ニュージーランド氏アーちゃんが、キナ、キナと呼ばれ、 生食やパイなどの形で食用にされている。欧米では、ローマ帝国以来の伝統の食材であり、それを受け継ぐフランスの食通にもウニは珍重され、オムレツなどに入れられて食卓に並ぶ。ギリシャほか地中海沿岸国の一部地域や地理でも食用とされている。アルコール付けウニの瓶詰めは、下関の六連島が発祥とされている。山口県は、塩ウニを含めた、 ビンズメウニの生産量が日本全国の約4割を占める。明治四年、六連島灯台が建てられ、多くの外交船が寄港するようになった。特に六連島は、捕鯨船の停泊地であったことから、多くの外国人がいたそうである。島の寺院、最強寺の住職よもぎ山マオが、宴会の席で、同席していた、外国人水先案内人にお酒。 人を注ごうとしたところ、誤って、趣向として出されていた。仕様に、生ウニとも言われている煮こぼうてしまった。慌てて、取り替えようとしたが、外国人水先案内人はそのまま口にし、とても喜んで食べた。それを見たよもぎ山マオシも一口食べたところ、お酒が加わったことで、ウニの香りと口当たりがとてもよく、美味しくなっていることに驚き、これを改良して、 今の瓶詰めの原型となるものが誕生した。当初は、木樽や陶器に入れられていたが、衛生面の問題や外見を考慮し、後にガラス瓶に詰められるようになった。また、加工方法も焼酎漬けであったため、当初焼酎を用いて作られていたが、中には、時間が経つにつれて、焼酎に含まれる酵母の発酵が進み、瓶が割れるなどの問題も発生していた。和尚より 製造方法を受け継いだとされる木戸九七はこれをさらに改良し、高純度のエチルアルコールを用いることで、今のような安定した瓶詰めが生産できるに至った。木戸九七は独自の製造方法から、ウニの瓶詰めの元祖となり、ウニ九という称号で有名になった。当時16歳であった上田神五郎は木戸九七に弟子入りし、 アルコールウニの瓶詰め製造方法を学ぶこととなる。ジンゴロウ31歳の時、高齢となった木戸九七は、永年の研究で培ってきた、製造方法を後世に残すべく、ジンゴロウにその全てを伝授した。ジンゴロウはこの後も研究を重ね、今のウニ人となった。日本では、漁師が小舟に乗り、覗き眼鏡で海底を視認すると同時に海を操り、現在は、 創船のしやすい小型の船外機もある、ウニを探す。ウニを見つけると卵を、タモと呼ばれる柄付きの網、あるいは、ウニ両用の針で捕獲するが、水深に合わせ柄を剥ぎ足さねばならない。単純にして、非常に熟練を要する漁法である。国内生産量のうち、約半分を占める北海道では、こうした量が、日本海側では5月から8月、オホーツク海方面では、 ラウスが2月から5月、オウムでは4月から6月、エサシでは5月から7月、エリモでは1月から3月に行われる。レブン島のウニ類の水揚げ量は、北海道全体の約20%近くを占めており、レブン島の水揚げが、市場価格を大きく左右する。北海道では、量は生殖層の実の発育状況に合わせて行うと、共に産卵の保護のために、 北海道海面漁業調整規則により、近漁期間を定め資源管理を行われる。また、近年では、水産試験場や水産指導所の地道な調査により、ウニの年齢をはじめ中に、海藻などの実態が把握されているほか、漁師の記した創業日誌などにより、漁業実態も掌握されるようにな。こうしたデータより、資源管理手法が出来上がりつつある。一方、 ノサップ岬近海では放流していたウニが大量に、ラッコに食べられ、深刻かつ壊滅的な被害を受ける例も、報告されている。ウニは漁獲しやすいため、資源の減少率が大きく、一漁期に70から90%にも達することがある。このため、蒸気の禁漁期間の設定のほか、漁獲サイズの規制、漁場や、漁獲量の規制、管理、また、 密量対策のほか、人工的な種苗生産と放流、移植、並びに、魚場造成、汚染防止、外的駆除といった総合的な対策が取られている。ウニの養殖は、親ウニから生死と卵子をピンセットで取り出し、二つを受精させる。生死が多すぎても少なすぎても成功しない、難しい作業である。生死が多すぎると異常卵が増え、少なすぎると受精率が低下する。 受精した卵子は、約20時間をかけ、浮遊養成となり、48時間後、2日後に、地域層に移される。最終的に海に放流されるまで、極めて厳重に、近代的な環境のもとで24時間管理される。また野菜を与える、ウニの養殖方法なども考案されている。日本のほか、最近では中国でも北海湾周辺の遼寧省、山東省と、 南シナ海の関東省で、ウニの養殖に力を入れており、2010年の養殖出荷量は6169トンであった。韓国東部では、餌となる海藻の主原量を考慮せずに、大量に放流した結果、環境破壊をもたらした例がある。発生学の木興期において、ウニは、進行動物であることが重宝され、頻繁に実験材料として用いられた。現在でも、 入手が簡単で、人工受精が容易であることと、受精卵が透明で観察しやすいなど実験、観察する上での利点が多いため、発生過程の観察材料によく使われている。ウニは、海の蝶という意味であり、これを訓読した、ウミイが、ウニの語源であるとされる。また、ウミグリは、栗のイガによく似ていることに由来する。楽しく、ご覧になりましたら、 報読と良いです。クリックしてください。